本当終わってるんですけどね、こちらも、でも使ったりするから、自宅で頼まれた時使うからですよ。これやっぱりペレットは作って紙に入れといた方がいいんですかね。まあその方が便利、うちは便利がいいから、乾燥させて、はい、あのビニールハウスの中で乾燥させて。一旦分にあたりだと大体どれぐらいの量入れるんですか。80キロ。80キロ。80キロぐらい。これ100みたいですけど、はい、これは広場さん、1回詰まってるから。本当だ、詰まっちゃってる、詰まっちゃってるんだ。ダメになっちゃいましたね。ダメだったね。なんでですかね。その方向、はい。米ぬかでこれやっぱり浴槽っていうのは効くっていう実感っていうのはやっぱりありますかね。ありますね。ありますか。うん、あとは肥料になりますから、はい、はいはいはい、そうです。あ、はいはい、あのコイン精米をうち置いてるからですよ、ええ、ほとんどですね。若干あの他の人もしてる、はいはい。でその後またなんかあの入って草取りはあるんですよね。入ればあります。はいはいはい。それはどうやんでしたっけ、あの常用。常用のだったり、あと作業ですね。ああ、常用じゃなくて手押しです。手押しのやつ。はい、あ、はいはい。ヒエ類は大体抑えるんですけど、はい、ホタ類とか、ああ、違うなかなかですね。コナギとかあんま入らないんですけど、宮崎。あ、そうなんですか。場所によっては入るところなんですけど。うん、これは入るけど、あんまりです。あんまり。みんなコナギが大変ってところ、本当ですよね。あれ早期だからですね、やっぱりいいんじゃないですか、こんなにはないことはないですよ。ないことはない、はい、ただもう稲が成長して、それ下に隠れちゃうから、こんなにはあんま大きくならない。ははは普通作になると、やっぱこんなに出ます、ね、もうすごかったですよ。あ、手取りで何時かかったか、ものすごくかかったですよ。これ、深水になってるんですか。ですね、ちょっと深水。それ上なの、うん、ちょっと面白い。ああ、そっか、はいはい。それで冷えも結構そうですね、あれ抜けてきますからね、最近。